すごい昔とは違う雰囲気が全然。ぜひね、ここいいと思う。でございます。こちらが C コートかな。で、ここが B コート。うん、これが B コート。ね、あの奥にもう一個 A コートというのがあります。すごいね、3面。ナイター、完備。うん。もう明るさも十分ありますし、うん。いいコートではないでしょうか。そしてこちらがクラブハウスでございます。アディダスマーク、オレンジ。ね。うん、駐車場から入ってすぐのところにございます。これね、京都東山フットサルパークとなっております。はい。ね、ここね、観客席がね、ガラス張りになっていて、プレイされているのがそのまま見てわかるというようなものになっていると。ではちょっとね、クラブハウスの方、中見ていきましょう。あ、タバコはね、ここだけ。でもちゃんと灰皿用意していただいてあって、まあ、ここでスクラッチということです。さあ、入っていきましょう。もう許可はね、ちゃんと得てるんで。よいしょ。はい、こちら受付に。はい、ビフス、あとレンタルシューズね、借り入れます。あ、ね、こんな感じ。はい。うん。で、ここ、ベンチに座って、試合されているのを応援できると。で、お子さんの、プレイとかもね、ここから見れる。はい、ロケーション完璧です。で、トイレと個室がここにある。はい。で、入っていくと、まあ、こっちね、トイレ。はい。で、ここ。はい。シャワールームになってるんですけれども、何がすごいかって、無料です。はい。で、しかも、シャンプーとリンス付き。はい。すごい。お湯もちゃんとすぐですし。いや、これなかなか珍しい。うん。シャワールームはあるとこあるけど、こう、ちゃんとね、シャンプーリンス、ボディシャンプーが付いてるところっていうのは珍しいですよね。はい。シャワールームもありますんで、どんなに暑い日でも安心ということです。はい。で、ロッカールーム。100円でちゃんと帰ってくるし、洗面所。うん。ちゃんとね、洗剤とか。もう綺麗。はい。綺麗に、掃除とかもされてるし、使いやすい。うん。いや、なかなかですよね。某あそこに比べたらもう何十倍も素晴らしい施設だと思います。ちゃんとね、男子と女子分かれてるんで、うん、とても使いやすいんじゃないでしょうか。まあ女子の方はこっちですね、大型テレビ。で、コーヒーと。ちょっと無料。はい。ちょっと施設の方見ていこう。はい。で、こちらが出ると、先ほど述べていた、これが B コートですね。B コートと C コートが値段一緒ということで、広さの方はね、また、こちらの別にあげますけれども、いや、で、芝もね、張り替え、何年か前に張り替えられたところですし、うん、とても、いい芝です。硬くなく、柔らかくなく。で、この奥に A コート。まあ、今、照明消えてますけど、ナイターはもちろん使えます。ちょっと A コートだけ狭いのかな、気持ち。うん。っていうような、いやー、すごいな。はい。で、料金の方もね、京都の中では少し安い目になってますし、うん。いやー、いい施設だよな。はい。で、これ、こっち、A コートね。に、この辺の待合室、自動販売機もあるし、うん。ゴミ箱、全部感じ。広いから、これね、ギャラリーの方も安心かな。で、こちらのフットサルコートは、テニスコートと併設されていて、こっちテニスコートですね。はい。ナイターであります。で、こうぐるっとコート一周回れると。京都のフットサル場では珍しい、このアップゾーンがね、すごい広いんですよね。ゴール裏に、だいたい15メートルぐらいあるのかな。うん。着替えとかもここでできるし、アップもできる。で、まあ、それこそ、ちょっとね、ネットに向かって蹴ったりも、軽くやったらできるし、はい。とてもね、いい感じでございます。で、まあ、今ちょっと使われてないんで、ピッチの芝の感じだけね。はい。こんな感じになってます。いや、ほんと綺麗な。うん。パイルも少ない。
ことほとんどパイルがないのかな。だから、汚れること、スパイクがあんまり汚れることもないし、うん。私としては好きな方法ですね。ちょっと、滑るというか、靴がね、ちゃんとソールで走るんで、蹴りやすい。あと、何よりも、はい、京都山科の夜景が、とても素晴らしい。奥に見えるオレンジの横に並んでるのが名神かな。で、ゴルフ場、山の裾にゴルフ場があったり、夜景が綺麗な、フットサル場となっております。いや、本当にこんだけ広いアップゾーンがあるフットサル場って珍しいしね。本当、ここの先ほど、まあ、こちらのね、管理人されている方もすごいね、フレンドリーで、喋りやすく、で、駐車場。はい。駐車場もね、何台？もうむっちゃ止めれますよ。余裕はありますし、まだ、これの下、こっち側にも駐車場ありますんで、車で来られても安心。ただ、まあ、ここに来るまでがちょっと山道細かったりするんで、そこだけ注意していただけたらいいんじゃないかなと思います。ぐるーっと一周回ってます。さっき私がプレイしたのはこっちの手前の C コーチ。ということですね。はい、あ。で、送迎でね、バス、ありますんで、無料で送迎バスで迎えに来てくれます。なので、気軽に使えるんじゃないかな、という感じで、ぐるっと一周回ってきました。山のね、てっぺんの方にありますし、すごい雑音とか、他のそういう生活音とかね、そういうのが一切聞こえませんから、もう、集中して、参加できるんじゃないかな。はい。いやー、本当ね、何年ぶりかに利用させていただきましたけど、本当いいフットサル場じゃないかなと思います。ぜひね、こちらに来られた時には、管理人のお兄さん捕まえて、ぜひ話しかけていただけると、すごい楽しい話をどんどんしていただけるんで、ぜひぜひという感じかな。はい。こちら、京都東山フットサルパーク。ホームページね、概要欄貼っときますので、ぜひ覗いていただけたらいいかな。一回ね、最初に会員、初期登録とか、ちょっと費用かかりますけれども、一回入っておくと、他の施設よりも安くできたりしますので、ぜひぜひ使っていただけたらいいんじゃないかなと思います。それでは皆さん、東山フットサルパーク、最高！サッカー楽しいね。